順調のように、思っていた教室の運営がだんだん人数が減ってきて、どこをどう頑張ればいいかわからなくて、集客にすごい疲れていました。教室業をされていたという経験で、全て先生がおっしゃることは経験に裏付けがあるというところです。実行されているので、それに勝るものはないと思って信頼しました。私の話をゆっくり聞いてくださって、私の中から、その考え方とかを出してくださいます。でそれを決めたら尊重してくださって、先生が、それに対してすごいバックアップしてくださいます。情報網もふんだんに与えてくださって、応援してくださるところです。先生はもう何よりもいつも新しい情報を私たちにふんだんに与えてくださいます。そして、情報とかだけではなく、メンタルもすごい大事にしてくださいます。メンタルを上げることで仕事の効率が上がるということもすごい教えてくださって、で先生たちとの、つながりも大事にしてくださって、私は大阪にいますけれども、関東にもたくさん、心強い先生たちとつながっています。